猫はこたつから出るのは得意だけど入るのは下手くそです。マサルが中に入ろうとしていたので、はい、入んな。開けてあげたら中からグーちゃんが出てきました。マサルはそれについていきました。ユリはこたつの布団と毛布の間にいます。ユリはこたつの布団と毛布の間を移動しております。ユリは移動しております。ねえ、もうちょっと落ち着いてよ。クータは自分のカリカリを残して隣のユリさんのお皿をじーっと見ています。その隣のマサルがカリカリを残してどっかに行ってしまいました。でもクータはユリさんのお皿をじーっと見ています。ユリさんの残りが食べたかったんだね。